はい、おはようございます。イサムちゃんです。おはようございます。現在大阪の吹田市、本日実はねこれ2軒目おろしで、1軒目が枚方でおろしてきて2軒目完了となっております。本日2箇所ともケツおろし、いやーちょっと足腰も痛いんですけど、ケツなんで引っ張ったり、ローを乗って引っ張ってるんで指がだいぶ痛い。はい、そんな感じで今日も頑張っております。ケツ、手摘みのケツ下ろしとか、まあまあ下張る人あるんですけど、指のこの外側っていうんですかね、一番力入るとこなんですけど、そこがね、もう皮が厚なってもめみたいな感じになっておりますけど、手摘み手下ろししてるとやっぱこういうのね、皮が分厚くなる、これ実はね、あるあるでございます。はい、現在2号線の方かな、これ中央環状線か、中央環状線の方でできております。で、もうこれまっすぐ行ったら名神のね、中国道行きますけど、僕が行くのは中国吹田、名神の吹田の方ですね。こっちのまっすぐはね、僕の方行くのが中国の吹田で、もうそろそろね、右寄ったパンとね、入り口がおよそ1キロ先、中国吹田インターチェンジ斜め右方向、高速入り口です。これで料金所、はい、行きたいと思います。バーあかんとった、ちょっとドキッとしたわ。一回バーね、バー入っとんでね、もう一回焦るよね、もうビビーなってからバーでビビビビー言ったりするからね、ちょっと見てください。はい、そんなことでやっぱここの中国道とかこの近畿道もそうですけど、道悪すぎね、ほんと道路交通早く直してくださいよ、きれいにしてください。まあよく通るからね、どっちが多いでしょうかね。はい、お疲れ様です。イサムちゃんです。はい、お疲れ様です。現在岡崎に来ております。お疲れ様です。ということで、とりあえず今夕方5時前ですね、積み上がって、もう休憩、お風呂も入って休憩しております。ということでここでちょっとね、ゆっくりのんびり休息したいと思います。いや疲れた、最近ねもう疲れてばっかりで、ちょっとやだに、久しぶり、今週は久しぶりかな、休みながら編集も含めてちょっとしたいなと思います。では休憩してきます。めっちゃ雨降った。ということで、あきらくんです。うわっ、
イカというかです。うわ、めっちゃ綺麗。揺れてんの？あ、揺れてんね、やっぱり。揺れてるわ、めっちゃ綺麗。どこも青い。あ、あるかな、あるかな、青い。あ、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。すごい、すごい、すごい。あ、綺麗。すごいね。なぜ一周回ったかわからないけど、なぜ一周回ったかわからない。はい、それではフォロワーさんと一緒にご飯を食べに来ておりますということで、途中からの撮影になります。ご飯と今日はとんかつと味噌汁をいただきます。はい、これは岡崎食堂のとこですね。まあまあな、とんかつかな、まあまあですけどね。そしてここにトマトがあるんですが、見て、はい、プチトマトって感じで、はい、食べております。とんかつやっぱね、ヤバトンのとんかつの方が美味しいんですけど、まあまあまあ、まあまあですね。はい、まあ金額に合わせていい感じかなと思っております。まあ安いんでね、もしよかったら岡崎食堂、まあ、ここのカレーもおすすめですし、まあもう一品追加するのに770円、これで550円になります。で、味噌もね、やっぱりこう名古屋の味噌ですよね。たまに飲みたくなるんですよ、この味噌が。やっぱうまいですね。久しぶりなんか味噌汁を飲んだ感じとなっております。はい、ってことで、いっぱいごちそうさまでした。おー、綺麗、すげーなー。写真って赤いんやね、なんか赤っぽいね。あ、ピンクかな、赤かな、すごい綺麗ですね。幻想的で、あ、赤っぽいね。すごいすごい。積み込み終わりました。いやー、いい汗かきましたね。現在気温13度、まあまあええ感じのリフレッシュな汗をかいております。てことで、今から宝塚インターから向かって、およそ1キロ先、宝塚インターチェンジ斜め左方向、高速入り口です。斜め左方向で向かって若狭道行きたいと思います。なんかランチしたいな。ランチなんかいつぶりだよね、運転してないですけど、とりあえずよし、今日は早く詰めるんで、まあ、昼ぐらいには積み上がって、はい、ちょっとゆっくり休憩してから、乗りたいと思います。現在はここどこかな、赤塚やったかな、赤塚ですね。赤塚のパーキングエリア来ております。ちょっとご飯の準備だけ来ております。で、今日ね、はい、いつもの米、今日は2合使います。で、今日はの鶏肉のささみ、若鶏のささみを使います。で、卵とあるものを使って、今日はトラック飯、炊飯器のレシピを試してみたいと思います。ってことで、できるかな、あとはお楽しみということで、何ができるかはこの後30分後お待ちください。では入れて準備して走りたいと思います。はい、こんな感じになっております。入れて、ご飯ね、もう炊けてすぐにナポリやったの元入れたかったか、まあ、混ぜられ、ご飯がちょっと硬いかもしれないので、ちょっと不足が心配です。まあ、ご飯はできてるでしょう。ちょっとね、これで仕上げたいと思います。このプレートで見えるかな、硬い、ゴムみたいになって硬い、こんななって、洗うの大変やな。ちょっと今取るわ、これもう全然ダメや。ああ、こんなになってます。ケチャップないし、マヨネーズもない。
なんちゃってオムライスの完成です。失敗しました、すいません。あ、電話鳴ってる。ちょっと食べたいと思います。とりあえず食べてみたいと思います。ご飯硬そう。まずい。ご飯硬い。美味しい。じゃあ頑張ってこれだけ食べてみたいと思います。きついわ。まずいですけど食べます。もうご飯ないから。たまには失敗する。まだね。